今回なんですが、新製品のリングがあります。こちらエキスパートリンググライド、こちらについてね、解説していきたいと思います。早速ですね、エキスパートリンググライド装着してみました。こちらはね、マイクロスプーン、マイクロルミオン 0.6g なんで、0番エキスパートリンググライドの0番を装着しています。で、こちらの今回のエキスパートリンググライド、何が違うのかというと、従来のリングと比べて巻き数をすごく少なくしてあります。で、それによってフック交換の際にとてもスピードが上がるんですね。なので、例えば、試合、トーナメント時の限られた時間の中で、フックを交換する際もロスなくすごく、スピーディーに交換することができるんで、そこでアドバンテージがあると。で、あとは普段の調校においても、単純にこのフックを交換する際の効率がとても上がるんで、とても便利なリングがこちらのエキスパートリンググライドになります。はい、じゃあ、フックをね、交換していきたいと思います。で、まずは従来のスプリットリングですね、こちらから交換していきたいと思います。で、自分の交換方法は、爪とか、爪でもいいですし、これスプリットリングオープナーでもいいですし、で、まずリングをこう開いていただいて、で、僕の場合は開いたところに交換したい新しい服ですねを開いたところに先に入れる。で、その後に元、このスプーンの元についたフックを後ろからこう間押してあげるイメージで、こう新品のフックで、今これで一周して今交換できました。これでフック交換完了になります。これが従来のスプリットリング、こういうスピードです。今のが従来のスプリットリングの交換、スピードですね。で、続いてこちら、今回新製品でございます、エキスパートリンググライド。これ巻き数がすごい少なくなってます。さあ、どんくらいスピードが上がるのか、効率が上がるのか、ちょっと見ていきます。じゃあ、今の方法で開けます。リングの間を開けて、新しい服を間に入れます。そして元からついたスプーンのフックを後ろから押してあげると。そうすると、もう交換できました。これ本当に早いです。おそらくもう時間的に半分じゃないでしょうかね。このくらいね、スピードが上がって、すごい効率が上がるんで、これはかなりのアドバンテージになります。これがね、エキスパートリンググライドになります。